両面をじっくり焼いていきます、はい、こうやってポッテリしてくるんですね、はい、肉の香りとバターってすごく相性がいいのでフレッシュトマトの香りがすっごい香りますね。こんばんは、リュージョリンさんだよ。みんな、君の心にアルチュッチュ、君の心にアルチュッチュということで、今日も始まりましたリュージョリンさんの料理教室でございます、はい、今回はですね、趣向を超えたレシピでございますね。ボロネーゼの動画出してて、おそらくボロネーゼのレシピとしては多分 YouTube 上で一番再生されているレシピだったと思います、はい、今回ね、それをね、超える出来のレシピが、できまして、前のボロネーゼって3人前ぐらい一緒に作ってたんですけど、今回はね、なんと1人前から非常に美味しいボロネーゼのレシピができまして、それをリュージョン兄さんがみんなに伝授しちゃうぞ。リュージのバズレシピ、材料紹介です。ボロネーゼなんで、ひき肉です。牛豚合いびき肉、合いびき肉 100g です。はい、肉はたっぷり使った方が美味しいです。そして、前回の、至高のボロネーゼでは使わなかった生トマトですね。はい、生トマト1個、大体 160g から 200g の間のものであれば全然大丈夫です。はい、中ぐらいの1個ですね。はい、今回生トマトを使ったボロネーゼ、これがね、生トマトってね、日本の生トマトって甘みがすごい強くて非常に美味しいんですよ。なので今回生トマトを使ったボロネーゼ、フレッシュトマトのボロネーゼでございます。はい、スパゲティは、これまあまあなんですけど7分で 1.6mm。 ボロネーゼって基本的に太麺の方が美味しいって言われてるんですけども、これは、どちらかというと肉もそうなんですけども、ボロネーゼとこうトマト、フレッシュトマトソースの、ね、間ぐらいなんですよ。だから 1.6mm の、中太麺が非常に合います。はい、できれば中太麺以上のものの方がいいですね。玉ねぎが4分の1個で 60g で、ニンニク、大きいのだったら1かけでいいんですけど、今回ちっちゃいんで2かけ、バターが 5g ですね。はい、なんとね、これだけなんです。ボロネーゼって本当は、セロリとか、人参とかいろいろ入れるんですけども、今回ねこれだけ、トマトの旨味を最大限に生かした最高に美味しいフレッシュトマトのボロネーゼ作っていきます。よいこのみんな、至高を超えるレシピを作る上で何が重要かみんな知っているかな。そうだね、アルコールだね。お兄さんの交流占い、皆さん見てください、全部このグラスに収まりました。ということはお兄さん大吉です。今日は酒がうまいぞ。アルジュマシン瀕死じゃないか。君一緒に至高になっていこうな、アルジュマシン。お兄さんの元気を注入していくよ。お兄さんがこれを飲んで至高を超えていきます。いただきます。あー、グズロップしびれる。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、お野菜切っていこうね。ちっちゃい、ニンニクだったから2かけ使うよ。はい、でニンニクはこうやって包丁でトントンって潰して、良い子のみんな包丁これ怖いっていう方もいると思うんで、良い子のみんなはお手元のハイボールでニンニク潰してあげてください。潰れたニンニクはこうやって皮がね剥きやすくなるんだよ。これね、お兄さんポイントだからね。ニンニクは、ハイボールのジョッキで潰す。ニンニクはみじん切りにして、みじん切りするとって香りがすごく出るんでね。でニンニクを切るとにね、ニンニクの香りがつくでしょ。これどうしたらいいと思う？こうやってハイボールのつまみにするんだよ。玉ねぎは、みじん切りにしたいん、まあ、普通にこういう感じでね。最近お兄さん包丁研ぎをサボってたからちょっと切れにくいんだけど、まあ切りゃいいんだよ。玉ねぎは、みじん切りにしていくよ。玉ねぎ切るときはね、こうやってトン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 ね、押し付けちゃダメですよ。こうやって、切るね、刻みで動かしていくと玉ねぎの繊維が崩れにくくなって水が出ないし、玉ねぎのね目の締める成分っていうのは叩き潰すことによって出ちゃうんだね。トマトは半分にして下の部分をちょっとこうね、V の字に切ってあげてください。そうするとね、トマトのヘタね切れますからね、こうやってね。こっちも同じようにこうやって、そうすると硬い部分がね取れますからね。トマトの皮は食べても食べなくてもいいんですけども、美味しいからこれは食べましょう。今回は半分に切って、ストンストンと、はいね、トマトをぐじゅぐじゅにするから、大丈夫ね、お兄さんポイントです。はい、多少潰れても大丈夫。はい、ボロネーゼのソースを作っていきましょう。いいですか。はい、じゃあトマトソース、あ違う、ミートソース、まあボロネーゼソースだな。ボロネーゼソースを作っていきます。ボロネーゼっていうのはお肉のソースなんで、基本的にお肉が主役です。まずオリーブオイルを大体小さじ2杯ぐらいね、ちょっと強めの中火ぐらいにしておいてます。
ひき肉を入れていくんですけども、ね、塩コショウをね、軽く振っておきます。もんで、で、パラパラっとここに入れていくね。 100g のお肉だからね。ミートソースはね、お肉が主役なんで、お肉は本当に多いです。鹿のボロネーゼの時も言ったんですけど、お肉はね、ちゃんと焼く、焼き目つけてください。焼き目つけると香ばしい香りが入ります。はい、あとお肉がね、ちゃんとお肉のね、水分が抜けてお肉の食感が出てくるので、ステーキを焼くような感じで焼いてください、ね、両面をじっくり焼いていきます。はい、焦げ目をつけるような感じで焼いていきます。はい、あ、わかりますかね、この端っこあたりね、ちょっと焦げ目ついてきましたね。これをなるべくこうちょっと全体につけてあげる感じですね。これね、結構重要です。そうすると、あ、すっごいいい、あの肉の焦げた香りがするんですよ。この焼けた香りで、ね、お兄さんをこう超えさせます。あー、もうちょっとで超えるからね、こうバラバラにして、はい、これ重要でございます。はい、お肉ね、先に入れましょう。で、ニンニクを入れたらもう、ちょっとね、中火ぐらいに落としましょうね。ニンニクはね、焦がさないようにしてください。で、お肉は、しっかり焼いたんで、ちょっとバラバラに。ニンニクからはすぐにね、香りが出てくるんです。そしたら、今度は玉ねぎ。玉ねぎは炒めると甘みを出してくれます。香りもすごく出してくれます。味の要になります。だから入れてあげてください。はい、ここで良い子の質問コーナーいきます。お兄さんは36歳なのに、なんでお兄さん名乗ってるんですかっていう、匿名希望のね、6歳の誠くんね。36歳なのにお兄さんをなんで名乗ってるかっていうと、そういうキャラで来ちゃったから、もう引けねえんだよね。お兄さんって職業なんだよ。料理のお兄さんっていう職業があるの、この世の中には。俺しか名乗ってないけど。カレーとかじゃないから、飴色にする必要はないんですよ。しなっとして、お肉と一体化する。それぐらいまでね、炒めてくださいね。角がちょっと丸くなってくるんですね、玉ねぎ。そしたら、今度は、先ほど切った、玉ねぎ、じゃねえ、なんだっけこれ。トマト、これを入れていきます。ちゃんと火を入れていくと、国産の美味しいトマトが、どんどんほろほろ崩れてって、美味しいトマトソースになる。少し炒めてる間に調味料を入れていきます。まずウスターソースね。ウスターソースっていうのは、いろんな果実とかいろんな香辛料が入ってる非常に、万能なものなので、少量入れることによってここに深みをもたらします。はい、香りもつけてくれます。これすごい重要です。あのコンソメを小さじ1杯ね。あの肉の旨味でも、お肉の旨味でも旨味は、つくんですけども、ここにコンソメを入れることによって、まあ、今回ね、あのセロリとか人参とかいってませんので、お野菜の味を補強するっていうところでコンソメを使ってます。これね、コンソメ入れると入れないとですよね、全然違うから、コンソメ入れてくださいね。これね、日本酒、お兄さんね、いつも言ってるんですけども、トマトと日本酒の相性ってすごくいいんですよ。ここはね、ワインとかじゃない、赤ワインとか入れがちなんだけど、ここ日本酒にしてください。そうすると肉の臭みも日本酒との、アルコールと一緒に飛びますので。黒胡椒ですね。黒胡椒ね、思ってるね、思ってる分だけ入れてください。はい、ここにナツメグ、1、2、3。ナツメグはね、非常にトマトと相性がいいんですよ。レストラン と、家庭料理の違いって結構ね、これあるあるなんですけども、レストランの方がね、圧倒的に香辛料をよく使うんですよね。香辛料の香りって結構料理に高級感をもたらしてくれますんで、そんなこんなに売ってるうちに、生トマト、これね、見てください、どんどんトロトロになってるでしょ。これでいいんです。良い子のみんなはこの間に、お湯を沸かしといてくださいね。今回はみんなも作りやすいように、まずはソース仕上げちゃいます。トマトがホロホロ崩れてきたら、これまだね、ボロネーゼソースじゃないんです。これもっと煮詰めるので、どんどん煮詰めていくと、ほら、これこうやってポッテリしてくるんですね。はい、こうやってポッテリしてきましたよね。はい、このぐらいのポッテリ感になったらビートソース完成。はい、そしたら、パス。そしたらスパゲッティを茹でていくんですけども、大体、これね、塩、パスタの、塩って多分あんまり、なんか一つまみぐらいしか入れない人いると思うんですけども、大体ね、塩分濃度 1% です。お吸い物、ちょっと濃いめのお吸い物ぐらいの塩分濃度 1% ですので、入れました、そしてここに、スパゲッティを、入れていきます。スパゲッティとパスタの、違い分かりますか？はい、哲也くん。分からない。日本料理かイタリア料理とか。ブーパスタっていうのは小麦で練って作ったものの総称なんですね。スパゲッティはその中の分類。麺に塩味がつけることつくことによって、ね、食べた時のこの馴染みが良くなるんですね。一体感が出てくる。はい、
ゆでかけの好みなんですけども、アルデンテがいい方は1分前でもいいんですけども、まあ、表示通りで僕はいいと思います。はい、そしたらソース持ってきました。ソースね、少し、もう冷めちゃってるんで少しね温めてください。ゆでたパスタをもうこのままね、入れちゃいます。まあ、ざるね使うとね、ゆで汁をね取っとくのがちょっとめんどくさいし、あのざる洗わなきゃいけないので、最近は、お兄さんあんま使ってないね。はい、大さじ1杯ぐらいのゆで汁ちょっと入れます。はい、用意しといたバターね、バターをバターっと入れます。はい、そうすると、ボロネーゼにはバターが入るとすごく肉の香りとバターってすごく相性がいいので、でこれ絡めたら完成。まあ、もうね、今回はオーバルの皿でフレッシュトマトの香りがすっごい香りますね。これもお好みでね、後でかけてもいいですし、最初にかけてもいいです。はい、はい、ということでこちらで希望を超えたボロネーゼ完成でございます。それではできました。いただきます。パスタだから巻いちゃうから。シラーズ食べる。これですよ。ミートソースたっぷりのっけて、もうわんぱくですね。いただきます。うまっ。煮込みの工程がないのにうますぎますね。これ肉の味も立ってるし、国産の甘いトマトを使ってるんでコクがやばい。うん、うまっ。これはやばいな。クマの追いチーズ、うん、うまっ。うまい。至高のボロネーゼはかなり濃厚だったんですけども、こっちはいい意味で軽さがあります。でも肉の味は引き立っててすごくね食べやすいですね。でもお肉はたっぷり入ってるんで軽すぎもしないんですよ。すごくバランスがいい。良い子のみんな、良い子の哲也くんに来ていただきました。よろしくお願いします。じゃあ哲也くん、ぶどうジュースでいいかな。はい。乾杯。乾杯。いただきます。はい、うまっ。肉の香りがまだやばい。ナツメグとかも入れてるから香りで食べさせてもらうね。いただきます。日本酒の香りも乗せてあるから、邪道は邪道なんだけど、うまみはねすごい出てる。このボロネーゼは結構トマトも来てたんだけど、これはね肉なんだよ。トマトがねいい意味で脇役に回ってる。いや、ちょっと残り、みんなに食べさせないと。すいません、ございます。よいしょよいしょ。今日のお兄さんの料理教室どうだったかな。本当に美味しいから、良い子のみんなもブドウジュース片手にぜひやってみてください。じゃあお兄さん、ちょっと控えていってくわ。バカ。勉強になりましたね。勉強になりますね。これはもう、学校で自慢してきていいよ、哲也くん。俺も36。学校で、学校とは、でも今はもう夏休み中、これ8月の時夏休み中だから、ラジオ体操で自慢していいから。ラジオ体操とかみんなちゃんと言ってた派なの。いや、俺一回も行ったことない。千葉不良多いな。ラジオ体操行ったことある人いんの？あれ都市伝説でしょ。結構行ってる人いる。嘘。俺は小6は絶対行かなかったけど、小5まで行った記憶がある。